北欧暮らしの道具店のインターネットラジオチャポンと行こう。10月24日日曜日の20時になりました。こんばんは、ナビゲーターの店長佐藤とアシスタントの吉部こと青木がお届けします。インターネットラジオチャポンと行こうでは、明日から平日が始まるなぁという気分を皆さんからのお便りをもとに、女優トークを繰り広げながらチャポンと緩めるラジオ番組です。隔週日曜日に放送しています。ちょっと前に私ブリーチっていうんですか、髪のやってみたいって言ってたの覚えてます、うん、覚えてます。やったんですよ。やってるねつまんで茶色にしてるみたいなところがいっぱいある。そうなんです、そうなんです。なんかショートカットじゃない、お互いにも、はいはい、かなり長いよね。これだけ短く耳も出すぐらいのショートになってから、うん、数年経ちますか ね、取材で髪切ったんですよ、美容室に行く取材で。すごい体を張った仕事してくれたよねあの時ボブから急にショートにしてくださいって言って、確かに取材終わって帰ってきたら別人になってたもんね。しかもお任せできて、すごい人生初のお任せの取材で。そっか、あれがそうだったんだ。そう、3年前くらいですかね、うん。でも吉部さんもさ、その時から今の形に至るまで、うんうん、結構マイナーチェンジというかちょこちょこ見直してるでしょ。ショートはショートでもちょこちょこですね、うん、私ももうこれ以上切るとこないっていうぐらいもともと短かったんですけど、はい、さらに切ったんですよ、ね、はい、お土産とかもちょっとなくしめにして、うん、吉部の髪型にそっくりになっちゃった。いや、そうなんですよなんか襟足もカリッカリだし、ほぼ人生で初めて刈り上げたんですよね、うんうん、襟足のところを。で、もともとメッシュ、髪の色を部分的に抜いて、うん、なんかちょっとこう束感を出すっていうのをやってみたくって、はいはい、それ美容師さんに相談したら、佐藤さん3時間かかりますって。佐藤さんの場合多分抜くだけだとあまりにキンキンになっちゃうかもしれないから、うんうん、その上からベージュとかちょっと落ち着いたトーンのカラーリングをすると、うん、いい感じのメッシュな雰囲気になると思うって言われて、うんうんうん、いやもう修行のようにね3時間座ったわけです。へー、もう頑張りました。もうずっと映像を見て、なんか YouTube とかで、うんうんうん、で家に帰ったら夫に、なんか吉部じゃね3時間かけて吉部になった。3時間かけたのに吉部、いや、かけたのにっていうとちょっとあれだよね。かけたことによって吉部になりましたなんか夫もそういう形で私とほぼ同じ髪型なんですよ。そうですよね。で私も裏話をすると、兄とあの吉部さんの息子と同じ美容師さんにも7年ぐらい切ってもらってるんですね、はいはいはい、で私の夫も同じ美容師さんなんで、あの吉部さん以外家族全員息子もなんで、うん、うち、はいはい、あの美容師さんに切ってもらってるんですよ。みんなだからみんなどんどんマッシュになっていくし、なんかみんな刈り上がっていくし担当の美容師さんのわざとなのかなってみんな会えたのかな、吉部に憧れてるのかな。違う、でも私はそこ行ってないんで、夫から息子、息子から店長へみたいな、うんうんうん、どういう流れだろうね。どういう流れなんだろう。そう、でもなんかね、私的にはそのちょっと色を入れて、はい、あんまり普段染めたりとか色抜いたりとかしてなかったんですけど、すごい気分転換になりました。なんか着たい洋服が久しぶりにイメージできるっていうか、へ、最近なんかどういう服が私って好きなんだっけとかで、うんうん、コロナ禍でこう出かけることが今年本当がっつり減っちゃったじゃない、うんうん、お酒飲みに行ったりもできなかったし、だからなんか着たい服がちょっとよくわからないなってなったんですけど、あ、なんかメイクもちょっと変えてみたいかもって久しぶりに思いました。うーん、じゃあ私が色を変えようかなそうですね、ちょっと吉部さんがこう今の感じ出してちょっと抜けて一足先違う段階に行っていただけるとまたついていきます。そうね、はい、はい、じゃあそんな感じで今日もチャポラーの皆さんからたくさんお便りをいただいていますので、ご紹介するところからスタートしたいと思います。熊本県にお住まいのラジオネーム台湾バナナさんからのお便りです。92夜の放送で吉部さんがエゴマの話題をされていてとても嬉しかったのでメールしてます。私は熊本の南阿蘇村で夫婦でいろんな野菜を育てている農家です。この夏は長雨で夏野菜は途中からかなり厳しい状態でした。そんな中、毎年種まきもしないのにこぼれ種ですくすくと大きくなってくれるエゴマを今まさに出荷中です。
夏野菜が打撃を受ける中、健やかなエゴマを見てとても励まされたのでした。私は大好きなエゴマですが、子供は天ぷらくらいしか食べれません。天ぷらは絶品です。それでもちょっと砂糖を加えた醤油にごま油、いりごまを加えた漬けだれにエゴマを漬けたものやキムチ風などの作り置きをして、日々の食卓でも楽しんでいます。ラジオ番組も含めこれからも楽しみにしています。はい、台湾バナナさん、熊本県にお住まいということでありがとうございます。ね、南阿蘇村いいところですよね。いいところだろうね。うん、私も子供の頃に確か一度阿蘇行ったことがありますね、家族で。ね、そこで野菜を育てる農家をご夫婦でされているということで、なんか最近夏は今年に限らずかもしれないですよね、こういうご苦労、長雨だったり台風がね、うんうん、繰り返し来たりっていうこと本当多いので、私たちも本当にスーパーで野菜コーナーで、はい、なんかそういう農家さんのいろんなご苦労とかに思いを馳せる瞬間ありません？野菜の値段がすごく上がっていたりとか、うんうん、あ、今年あれなんかトマトが、うん、あのしばらくなんか品薄な時期があったり、そう、あとキュウリもね、キュウリとかね、そうそう、品薄の時期ありましたよ。不可抗力じゃないですか、そういうのって、うんうんうん、ね、そういうことにいろいろこう左右されながら一生懸命お塩野菜作ってくださってるんだなっていうことに、一主婦としてね、うん、スーパーでやっぱりいろいろ出てるお野菜とか値段とかで感じることできてますよね、うんうん、確かに、うん、でその台湾バナナさんがエゴマにね、うん、反応してくださってますよ、吉部さん。しかも育てている出荷中ですと、うん、こぼれ種で育つってそんな元気な野菜なんですね。ね、そういうことなんだね。エゴマの天ぷらっていうのも美味しそうだけど、このちょっと砂糖を加えたお醤油にごま油、いりごまを加えた漬けだれにそこにエゴマを漬けたものって、なんかこれドラマで見たことある、ドラマか映画でご飯包んで食べてたの見た。なんか砂糖、醤油、ごま油、いりごまだからちょっと甘じょっぱい感じなのかな、うんうん、味付けとしては、うん、食べたい、ね、いやいいですね、ありがとうございます。嬉しい、作業 BGM になってるんですってね。頑張ろう。ある意味エゴマもチャポンとこの影響を受けて育ってるかな。そんなそんなこと、そんな重い重い。チャポンと伊藤さんエゴマみたいな感じになったりとかしたら嬉しいですよね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次のお便り行きましょう。山形県にお住まいのラジオネームチャナさんからのお便りです。私は大学で教授と有志の学生たちとで幸福論について学び研究する勉強会に参加しています。そこで学生一人一人による自分の幸福についての発表があったのですが、私はいつもこのチャポイコと北欧暮らしの道具店さんの商品や映像、エッセイなどから幸せを感じているなということに気づき、自分なりに幸福について分析しました。大好きな人に会いに行く、大好きな服を着る、大好きな音楽を聴くなど、自分が自然とニコニコではなく気持ち悪いくらいにニタニタしてしまうようなことが幸福なことだと私なりに分析しまして、自分の生活にニタニタがあふれるようなそんな生活を忙しい学生も社会人も取るべきなのではと発表したら、ニタニタというキーワードがその勉強会で流行りました。お二人が思わずニタニタしてしまう瞬間ってどんな時ですか？お答えいただけたら幸いです。はい、キャナさん、山形県にお住まいということでありがとうございます。ありがとうございます。ニタニタいいですね、うん、なんか幸福論っていうことからのニタニタっていいですね。なんかね、ニコニコではなくてニタニタって、前回のチャポンというこのテーマがクタクタに疲れるじゃなくてクタクタじゃなったじゃないですか。はい、はい、こういうそのちょっとした言葉のニュアンスの違いでも状況が違うってありますね。うんうん、ニコニコってなんかまだ理性がありますよね。うん、そうだよね。ニタニタは多分理性がちょっと緩んでる状態な気がする。ありますよね。吉部さん結構ニタニタしてそう。何それ。いや、なんかニタニタする瞬間結構ありそうな気するけど、でもやっぱアイドルかな。アイドル、アイドルかな。BTS ですか、やっぱり。最近はそうですね、うんうんうん、
なんかファンが作ってくれてる切り抜き動画みたいなのあるじゃないですか。あるね、あるね。あれが本当に編集が良くて、 ありがとうって思いながら見てますね。短い時間であの切り抜きはすごい溢れるほどに視聴できるじゃないですか。そうそうそう。だから本当に便利だし、短い時間でそのさっき言った理性をね、緩めるニタニタに陥れるのでいいですよね。いいですよね。デヘデヘデヘみたいな感じだと思うんで、自分の場合もニタニタそう、私は、まあ、去年そのコロナになった後、まあ、同じようなタイミングでハマったっていう方たくさんお会いするんですけど、まあ、韓国ドラマ、うんうん、たまたま最初誰かの勧めで、いや一回騙されたと思っていいから愛の不時着見てみてって言われて、うんうんうん、見たところから最初ヒョンビンにハマってったんですね、うんうん。だけどその後で違うまたドラマを見るようになって、そしたらまた全然違う俳優さんのこと好きになっちゃって、うんうん、そしたらもうその人が出てる過去の作品とかあの映画とか、うんうん、もう全部コンプリートしないともういっぺん気が済まないじゃないですか。もう完全に押してる状態だから、これは、ね、掘れるものは掘らなきゃって掘らなきゃって全部見尽くさなきゃって思って、うんうん、まあ結構時間かかったんですけど、あのそういう時に例えばその大好きな推してるね俳優さんが相手役の人を慰めてこうギュッてしてるシーンとか、うんうん、なんかこう口元緩んでさ、デヘデヘってなっちゃうよねなんだろうねこの感じなんて言うんだろうね、あ、私もそういう風にしてほしいなとかともまたちょっと違う、うんうん、なんとも言えないこの微笑ましい気持ち、癒されてるんだもんね。もう完全に癒されてて、なんかもう、みたいな。ニタニタっていう言葉のニュアンスからはやっぱそういう感じになりますよね。そう、そう、私はやっぱりそう、あとすごいちょっと最近好きなアイドルとかを YouTube とか TikTok とかで見てる時とかは同じく、なんかもう、みたいな。今のカットかもしれない。ダメなの？デヘデヘ具合が。デヘデヘ具合よかった。でもリアリティやっていいと思うんだけどな。いやだからやっぱりこう年齢重ねたり、もう理性のあるさ大人になった後に、うん、なんか人目をはばからずこうニタニタできたり、うん、デヘデヘできたり書いてらっしゃるけど、チャナさんも気持ち悪いくらいにっていう、うんうん、そういう時間を持てるって、うん、やっぱりすごい幸せな一瞬ね、はいはい、すごい疲れててもさ。やっぱなんかってなることで緩むし、うんうん、だそういうエンターテインメントをさ、うん、本気で彼らは提供してくれてるわけじゃない、うんうんうん、すごいよね。すごいよね。マジリスペクトって思っちゃうよね。いや本当すごいと思う。寝る前の15分間でもういつも見るんですけど、うん、癒されて夫と、うん、いや今日も本当に心洗われたわって言って寝るんですけど心の選択になってますよね。いや本当にそうだよね。いやちょっとこのね話だけでいける今日もまた、でも本当にニタニタいいですよね。はい、そんな時間を持っていけるとこれからもいいなと思います今一生懸命まとめようとした、はい、じゃあ本日のテーマにそろそろ行きましょうか。関西にお住まいのラジオネームゆうゆうさんからのお便りです。私は30代半ばですが、自分の決断に自信が持てずに悩んでいます。20代に人を楽しませる仕事をしたいと好きな仕事に近かった企画会社に就職しましたが、現場仕事も多く体を壊し20代半ばで離職しました。その経験から好きよりも体を大事にしたいと事務職、将来的には家でもできるような仕事をしたいと考えていましたが、お世話になった方に勧められ外回りと対面業務もある仕事に就くことになりました。素晴らしい仕事ではあると思い決めたものの、自分の理想としていた仕事のバランスではなく自分の決断に自信が持てません。流されているだけで自分の意思が通せない30代になっているんじゃないかとマイナス思考になっています。決めたことに自信を持っていつか自分の理想とするバランスに近づけると思えるようアドバイスをくださると嬉しいです。自分の決断を信じられるようになるにはどうしたらいいですか。ゆうゆうさんありがとうございま す。これはなかなか難しいというか答えが、うん、そうだね、自分の決断、まあ、決
で、ゆうゆうさんも決めてらっしゃるんですよね。流されてるというよりはやっぱり好きなことをやろうとして、うん、最初そういう企画会社に就職をされるってもうご自身で決められてるんだと思うんですよね、うんうん、あのそこからは体を大事にしようって決めてまたお仕事を選ばれて、うんうん、でもお世話になった方から誘われて、うん、引き続き外回りとか対面業務がある仕事をされるようになって、あこれでいいのかなっていう多分モヤモヤとかもあるっていうことで、うん、なんか決めるっていうことがすごく大変なことで、だからこそそれが良かったんだろうかっていうことを迷ったり、うん、悩んだり、うん、後悔したりすることがあるっていう、まずそれに大共感じゃないですか、うん、ね。私はもう本当になんだろうな、流されて決めることがとても多いので、考えて自分で決めてきたっていうそのゆうゆうさんの歴史みたいなものがまずすごいなっていうとこですかね。うん、だから店長とちょっと違うかもしれない、共感ができるっていうよりは、うそうか自分でちゃんと選んで考えて決めてきたんだ、それってなかなかできることじゃないと思うんだよなっていうとこですかね。ゆじべさんはこのズバリ自分の決断を信じられるようになるにはどうしたらいいんですかねみたいなご質問をいただいてるんだけど、自分の決断を信じたことってある？いやーなんかね、とりあえずぐらいのところから始められるものはまずちょっと一段ずつ登るようにして、最終的には自分で決断したっていう状態になっちゃうんですけど、ちょっとずつちょっとずつその段階に行くようにしてるから、なんだろうな、急にドーンと決めましたっていうようにしないことで自分のショックを和らげてるかもしれません。その都度振り返るといつも自信がなくなりそうだから、一定放置するとかはあるかもですね。一回この決めた流れでやってみる、やってみようっていう、うんうん、ちょっと一回そのどうだったんだろう、うん、この決断はっていう考えを閉じて、はい、調子がいい時はこれでよかったって思えるし、うん、なんかうまくいかないなっていうことが続いちゃうと、これでよかったのかしらっていう考えてしまうっていうのがなんとなくありますよね。だから良かったか良くなかったかっていうのにもその時々の結構コンディションで感じ方が変わってくるので、自分の場合はなので、ああ間違ってたかもっていう時、周りにすごい迷惑かかってるとか、自分自身もどうしていったらいいかわからないぐらい辛いとかってなったら、アプローチを変えるだろうけど、ただ自分のコンディションの問題でこれは違うのかもって思うんだったら一旦静観する。あなので自信を持てる持てないっていう話とちょっと違ってくるかもしれないんですけど、元気か分かんないけどひとまずやれている、で周りの人からこのやってることで一定感謝をされているようだと感じられるっていうので一旦良しとしてますね。あなるほど、まあでもそうだよね。なんか今までだからこの決断を信じるっていうテーマじゃなくても、なんか結局私たちがしてる話でいつも同じことを繰り返してるように聞こえてくる。本当に同じ話しか、結局ちょっと前のやりたいことってあるとかさ、 あ、うんうん、あと割と直近で夢を叶えるとか、テーマが大きい時ですね。大きい時って結局わからないよね、やってみないととか、まずは時を待ってとか、なんかそういう話をうじうじしてる、うじうじしてるから、でもなんか本当そういう似たペースの生き方を私たち多分してるタイプだから、うん、まあ顔をこう合わせればこういうご質問いただくと、うん、なんとなく似たような回答になっちゃうんだけど、ね、なんかビシッとしたことが言えないですね。そうそう、決断信じてますみたいに言えたらそりゃかっこいいんだけど、本当にマジで信じられてないから自分も、ただじゃあ一つその自分で決めたことはうまくいくとか、理想にこの決断をすれば一歩近づくはずだって、うんうん、私も信じて決めてることってほとんどないなって今も思うんですよね、はい、でもそうすると怖くて決めたくなくなるんですよね、うんうん、失敗するのが嫌だから、はい、でも決めるっていうことが必要な局面で、まあ、大小生活人生仕事の中でいろんな決定事項ってあると思うんですけど、うんはい、決断っていう単語ほど重々しくない、そういういろんなレイヤーの決断があると思うんですけど、うんうん、決めるってことがやっぱりどれだけ体力がいることかっていうことだと思うんですよね、うんはい、
でその上に正しく決めなきゃいけないってなると、うん、これはねもうねやっていけないですよね。身が重い。そうだからやっぱり決めようとしてるとか、うん、決めたっていう自分をまずもう盛大に最近は褒めるようにして、うんうんうん、でそれがもう間違う前提で全部決めてますね、うん、でもなんかこれが理想に近づく決断をしようと思うと本当に足がすくんで決められなくなってしまうんですよね。あとはすごくこのお便りをいただいた時に思い出したエピソードがあって、あの私は割と子供のことだったり家族のことだったりプライベートの決断っていうのもたくさんあるんですけど、うん、やっぱり一番エネルギーと時間使って悩んでるのって会社のことだったりはやっぱり役割上するんですよね、うんうん、まあ、家族以上に多くのステークホルダーを巻き込むことになるので、うん、社員もそうだし、うんうん、社外の方でお世話になっている方とか含めて、まあ、お客様もそうですよね、うんうん、だからその決める時って本当に足がすくみそうになる局面がすごくたくさんあるんですけど、まあ、ある時にあることを決めたいと思ってすごく悩んでいた時期があって、まあ、そういうのも代表の兄といろんなそのディスカッションをそういう時ってするから、うん、兄からしてもそのことを私がずっと考え続けてるっていうのを、まあ、知ってるわけですよね当然、うん、もちろんこうしたらとかこういう考えも選択肢としてあるよねってめちゃくちゃアドバイスもしてくれるんだけど、まあ、私が責任を持ってる分野だと最後、まあ、お前が決めた方がいいよねっていう時もあったりして、うんうんうん、そういう時ってもう間違う決断したくないから死ぬほど悩みますよね、うんうん、じゃあなんかそういう苦しんでる状況を察したのか、なんかあるビジネスのどなたかだったかを忘れてしまったんですが、インタビュー記事をなんか DM でパッてそれだけ、うんうん、何のメッセージもなくその記事だけが送られてきたの、うん、兄から。で開いて読んだらやっぱりそのいろんな経営者の人たちっていうのがいろんな決断を迫られる時に間違うことあるよねっていう記事だったの、うんうん、だけど多分兄もここの一節を私に読ませたかったんだろうなと思ったんだけど、うん、結局一番総量としてその考えた人が一番強いっていうことが書いてあって、うん、その決めた結果間違うことはあるかもしれないけどその分野について決めるまで誰が一番総量として考えたかっていうその量にその勝てる人はいないみたいなことが書いてあって、なんかそれすごくこう勇気づけられたんだよね、うんうんうん、確かに私ずっと考えてはきたなっていう、うんうん、だからまあその決断間違ったりそうすることで良くない何かが起きたとしても責任を取ればいいわけだし、間違ったっていう時は謝ってやっぱりやめますとか、うんうん、やっぱりまたこう変えたいんですってみんなに説明して回る責任さえ取れば、うんうん、取り返しがつかないことにはならないんだよなとか、うんうんうん、その考えた量っていうものをやっぱり糧として決めようってその時すごく間違ってもいいから決めよう、うんうん、自分の考えた時間の量を信じようみたいな、なんかそういうふうに思ったことがあって、なのでずっと考えるでどこかで何かを決める、決める時は基本間違うこと前提で決めてるっていうなんか3セットな気がします、うん、なんかわかる気がする。なんかそれって仕事の話でもそうだし、大きいものから小さいものまで全部当てはまるなと思ってて、大きいのを決めるって本当に大変じゃないですか、いろんな人が関わってる、でも小さく自信を得たい時、私の決定は大丈夫だってしたい時って本当に小さいことを決めて達成するっていうのをやるのっていいなと思ってて、今日何食べるかをちゃんと自分で決めて食べたいって思えたものが浮かんだらそれを食べるとか、こっちの洋服とこっちの洋服色分からない、どっちも好きなんだけどでも今回こっちに決めてみるってしたらそれがすごいワードローブでこう活躍するものになったり、こう気分が良くなるっていう体験ができるとか、でもそれ失敗したらあでもちょっと違ったけどまあ次はこっちの色にしてみるかっていう経験が得られるとか、なんかその小さい範囲と自分が手が出せる範囲で簡単に自信がこう回復できそうなものをちょっと試すとかはやってみたりしてるかもしれない、なんか無意識に。確かにそういうのも大事だよね、うん、ちょっと小さい決定の成功体験みたいな、そうそう、
あと家具買い替えるとかって結構ビッグイベントじゃないですか。そうね、あれも失敗したくないやつだもんね。あれ失敗したくないやつ。 それこそまだね、私たちは経験してないけど家買うとかさ、うんうん、仕事変えるとか人生っていう話になると本当に足がすくむけど、うん、こう自分の中では出したことのない金額のテーブルを決めて購入してみるっていう体験がこの間すごく良くて、うん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 、なんか謎に自信がつきました。あ、私こういう大きい買い物もできるんだっていう、決められたっていう自信ですかね。そうですね、なんかそのちっちゃい決定して成功したしなかったの集まりって結構効いてくるなというか、小さいんですけどね。親にご飯とか何でも用意されてた時期って本当に何にも分からなかったけど、独り立ちして自分で決めるようになると、うん、そんなところからのスタートだった気がするんですよ、うん、こうザル1個買うとかいうのもそうだし、キッチンバサミってどういうのがいいんだろうとかいう、うん、その小さい決定をいっぱいしてきて今があるので、うん、なんか今流されてるって思うだろうけど全部決めてきてるから。本当そうだよね。多分その延長でいけばきっと大丈夫なんじゃないか、私っていう自分を信じてあげたいなと思いますね。本当そうだね。吉部さんの話も私の話もそうだと思うんですけど、まあ、全員流されてるっていうか、うんうん、決めなきゃ進まないシーンってやっぱあるので、うん、その決断に自信がなくても、例えばその決定をしたことによって行った先で思いがけない出会いがあったりとか、うん、あるいは逆に、あ、やっぱりこの結果失敗だったなっていう、うんうん、私はあの時ああ決めたことが良くなかったっていう後悔する結果になったとしても、それってすごく腑に落ちた学びになるじゃないですか、うんうんうん、そっか、あの時ああいう風に考えちゃったからだなとかさ、ないしはその何か決めたことによって仕事上で問題が起きちゃったとするよね、うんうん、そしたらそこで責任を取っていろいろ修復していくっていう責任の取り方をまた学ぶわけじゃん、うんうん、だから結局なんか決めてるように見える人も本当は決めてるんだけど、自分はちゃんと決めてないって思う人も、うん、なんか全員流されていて、うんうんうん、流されている中でぶつかるいろんなものに真摯に向き合ってさえすればさ、なんかいいんじゃないかって思うようにしてる自分の場合は。本当に全員流されてるっていうのはそうね、うん、そんな気がするね。不可抗力だもんね、ほとんどのことが、うん、これが良かったかとかって決めた時点では誰にも分かんないしね。でもなんか決めて違う結果になった時にやっぱり自分を責めすぎないとか、うんうん、まあそれはそれで学べることあったなとか、うん、次行こうっていう、うんうん、なんかでまたそこで決めるわけじゃん、勇気を出して次行くわけだから、うんうん、その本当に繰り返しなので、一個一個の決定の打席っていうところで、うんうん、もちろん思い切りバットを振るわけだけど、それはいろんな結果だよね、やっぱ、うんうん、なんか私たちもこういう会社とかお店を作って、はい、いろんなことを意思強く決定してた先に今があるって思っていただくこともすごく多いんだけど、実際は始まりがね、何夜だったかちょっと忘れちゃったんですけど、うんうん、創業期の話を一回だけした回があると思うんですけど、はい、まさにね、全て最初の決定が間違ってたんで、そうですね、そこから修復するところから、うんうん、北欧暮らしの道具店を立ち上げることになってるっていう時点でもう流されまくってるんで。あとなんかこうじゃない人生とか理想があるかもってみんな思うんだと思うんですよね、うんうんうん、この間久しぶりに仕事関係で知り合ったでも大切な友人に久しぶりに会えたんですけど、うんうん、まあ話いろいろしてて、やっぱりいろいろお互い大変だよねっていう話にはなるじゃないですか、うん、だけどいやなんか佐藤さんってこういう今みたいな40代を30代の頃望んでたのって聞かれたんですよ、うん、いや望んでなかったなっていう、うん、そのもうちょっと余裕のあるその精神的にも体力的にももう少し子育てにもじっくり向き合えたりする、うんうん、でもなんか好きなこともしてるみたい な,、うんうん、なまあある意味ちょっと都合がいいかもしれないんですけど、うん、もう少しそういう40代を想像してたっていう、うん、だから30歳ぐらいの時に
考えていたのとはもう全然違う忙しさだし、うん、こういう感じで余裕がない、もう必死でねやっていく感じで、あっという間に50歳になってるとかでいいのかなって思う時もあるよなんていう話をまあしたら、うん、いや私もそういうふうに思うことあるんだよねって、じゃあでもそうじゃなかったとしたらどんな人生だったらいいと思うのって聞かれて、何も答えられないっていうか、うんうん、いやこうじゃなかったらどうなんだろうねっていう、うんうん、それもちょっと正直思い浮かばんわみたいな話をしてて、だからなんかみんなきっと今を全肯定できてるわけじゃなくて、本当にこれでいいのかな、うん、やりがいとかね充実感があったとしても他のまた何かがあるんじゃないかとかっていうのって、うん、多分みんな思いながらどのフェーズでも生きてるんだろうなっていうのはすごくその人と話して思ったんだよね、うん、想像もできないんだよね。そうなんだよね。そうですね。いや、いろいろ悩んで決めたことではあるんだけどさ、なんかちょっと時折これでよかったのかなって思うこともあるよねなんて言えるかどうかってさ、うんうん、結構大事じゃない。だからあれなのかもね、だから自分とは違う境遇のドラマ見たり、たまに旅行行ったりとかして違う体験して普段ではないアクティビティを入れてみるみたいなのって、うん、そういうのあるのかもね。確かにそうかもね。だからチャプラーさんにとってもお便り送るってことがそう一つのアクティビティになってくださったら嬉しいよね、うんうんうん、そんなこと考えちゃうこともあるんすよねみたいな、ね、あ、なんか急にバンジージャンプしたくなった。え、どうして。そういうの人生に入れてこなかったなと思った。あ、そう、そアクティビティって言ったらなんかバンジー、バンジーか。スカイダイビングとかは、え、それもっと上を行ってる気がする。バンジーのアクティビティの上には上をで、まずはじゃあロープウェイからかな。ちょっと だいぶ緩くなったね。だいぶ安全、だいぶ安全なやつになったね。はい、ね、本当に私たちはっていう感じなんですけどね、うん、このラジオ聞いてくださってる方、どんな風に決めたことをどうやって自分なりに肯定していってるのかってすごく気になるテーマですね。ね、うん、なんか私たちまた同じような話になっちゃいましたけれども、うん、自分たちの場合の話しかできないから勘弁してください。そう、ね、もっとバリエーションに富んだ ね、答えできたらいいなと思うんですけど、うん、はい、でも今日も付き合いいただき本当にありがとうございました。さて、今夜のインターネットラジオチャポンと行こうはここまでです。皆さん、お湯加減いかがでしたでしょうか。吉部さん、今夜は何度になりますでしょうか。今日はなんか深くて熱いお題をいただいたので、うん、45度で、うん、はいですね。本当、あの、私たちも脳がちょっと静かにふつふつ沸騰したっていうかね、うん、プスプスしてますね。プスプスしてますね。本当、あの、ニタニタからの沸騰で本当考えさせられたり、感情が忙しいですね。感情が今日はすごい通しで喋ってて忙しかったですけど、すごく楽しい時間を私たちもいただけました。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんの気分が少しでも今日も緩まると嬉しいです。番組は北欧暮らしの道具店のサイト上やアプリに加えて YouTube や Spotify など合計7箇所で配信をしています。ぜひご自分のライフスタイルにフィットしたプラットフォームでお楽しみください。引き続きお便りも募集中です。感想やご質問などサイトやアプリでチャポエコ最新記事を検索していただき、ページ後半にあるバナーよりお送りください。Spotify の場合はですね、説明欄のリンクからお便りフォームに飛ぶことができます。全国のチャポラーの皆さん、お便りお待ちしてます。次回のチャポンと移行は11月7日日曜日の夜20時を予定しております。それでは明日からもチャポンと緩やかに、そして熱くいきましょう。ナビゲーターの店長佐藤とアシスタントの吉部こと青木がお届けしました。それではおやすみなさい。おやすみなさい。